状況による。その場の状況に応じてその場における在り方が決められるという現象は、水の流れ、天体軌道、分子の構造、歴史の変遷、風俗の多様化、ゲームの進行、動物の住み分け、市場の価格変動、曲中の音符の配置、文中の語句の配置などなど、その事例は広く分野を超えて枚挙にいとまがない。それぞれの場におけるそれぞれの状況がどのように伝わり、どのように感知され、どのように対応されるかという問題についても、やはりそれぞれの場のそれぞれの状況によるとしか答えられない気がする。